アグヌス、両方が相手とはな。当然か。貴重なウロボロスストーン、奴らだって必死にもならない。ゲルニカ、最後のオートマトンがやられた。ここはもう持たない。バトルユニットはまだ生きている。それでお前だけでもウロボロスストーンをシティに。うわっ、ズオン。していれば。You! You! あれがエーテル剣か。さっきのオートマトンと同じ見たことない兵器だね。俺たちは一体何と戦っているんだ。いや、俺たちだけじゃない、アグヌス軍も。ここまで来たか。いっそここで。おい、ノア。男か。アグヌスの兵士じゃない。何者だ。オートマトンを操っていたのはあいつ。残っているのは僕たちだけのようだな。そしてあれが標的。ノア。ああ、戦うしかない。ミオ。分かってる。行くぞ。こっちに来やがれ。ありがとう。弾いた。これが俺の。行くぞ。
邪魔を押し通してやるぜ。待ってろ、今回復する。森の無邪魔を押し通してやるぜ。待ってろ、今回復する。待てろ、戦えるのに。食らえ、受けられねえ。こっちに来やがれ。ありがとう。避けられるか。この程度。マソ。この程度。このまま攻め切る。俺の力だ。避けられるか。どうした、これでどうだ。マソ。避けられるか。奴らが命削り合って俺はその命すら奪い取った。影に、いやークリガー、おせんだよ。止めた、そんな、ちっこい体の割に、なんてバカ力だ。何枚あんだ、あの紙切れ。君に逃げ場はない。僕のモンドは、君の気配をどこまでも追いかける。気配って、しつけんだよ。な、僕のモンドをあんな技で。見たか、粘着質野郎。こいつら手強い。尺に触るけど同感だね。一般兵じゃねえな、あの格好特務じゃないか。道理で送り人が混じってるわけだ。そりゃあこっちも一緒だがな。あ、なんて反応速度なんだ。攻撃が当たらない。音が戦
界が止んでいる。いつの間に。このままじゃいずれどちらかがやられる。いや、あるいは両方が。ここは何かがおかしい。戦ってる場合じゃない。逃げなきゃ。あ、逃げる。今俺はそう言ったのか。なぜだ。考えてる時間はない。ただの勘だけど、これは本物だ。アグネスの送り人、伝えられるか。アグネスの送り人だな。何、送り人なのになぜ戦う。私たちに剣を振る。お前が言うことか。今頃落ち着いたって遅い。おじけついちゃいない。わかるはずだ。この戦場に流れる音が。倒す相手がいるから戦う。見逃しはしない。ダメだ、この状況じゃ。それがアグヌスの答えか。どうあっても。だからお前が言うことかと言った。やはり倒すしかないのか。だけどあの身のこなし、少しでも気がそれたらやられる。ケベスの送り人、お飾りって聞いてたけど全然違う。それにあの剣、何かおかしい。どこに落ちたのもそのためか。これが運命ってんならいいぜ。このゲルニカバンダム乗っかってやる。なに、お前らなぜ戦う。戦い合う。こいつ何を。答えろ。なぜだ。なぜも何も、敵が目の前にいる。邪魔をするな。目曇らせてんじゃねえ。お前らの目的はあれだろう。俺だろう。なのに敵だからだ。その敵ってな、一体誰が決めた。なあ、それでいいのか。本当にそれで。当然だ。多くの仲間の命が失われていった、こいつらの手にかかって。その言葉そっくりそのまま返してやるぜ。俺たちだってな、失っていろんなものを奪われて。ちっとやそっとやり返したくらいじゃ収まらねえ。この瞳の日時計が満タンになったからってなくした気持ちは満たされねえんだ。だから戦いたくて戦ってるわけじゃない。ノア、明日の命が目の前にある。だから戦うしかない。失うことも奪われることもその結果に過ぎない。俺たちは生きるために戦うしかないんだ。決めた奴がいるってんなら教えてくれよ。そいつのこと、そいつの居場所を。知っていると言ったら。送り人か。託してみてもいいかもな。